出前授業で使われた住宅の模型です。送風機や風車がついていて、窓の開け閉めによってどのように空気が循環するのかが分かります。開けてみようか。空気をよく回り出して。出前授業を開いたのはシューハウス工業など県内6つの工務店で作るグループ、クラシコクコーチです。グループは断熱性や耐震性に優れているとされるスーパーウォール工法を採用していて、住宅の仕組みについて広く知ってもらおうと県内の学校に出向き授業を行っています。この日は高知市の土佐塾中学校で生徒50人ほど前に工務店の人たちが先生役となって実験に挑戦しました。生徒たちは一つの窓を開けただけでは空気が循環しないことや、温度の急変で体調を崩すヒートショックなど、家の断熱による健康への影響について学んでいました。